クソ野郎、めっそうと強えだろ。肩が動かねえよ。それも兄と違って全身が硬い。今お前がどんな顔してんのか知らねえが、消さなきゃ。てめえはこの世にいちゃいけないやつだ。溢れたあの面構えを思い出すだけで俺が今から駆除してやる。何にせよ最低の気分だ。あれは確か兄がやってた技だ。さっきの関節技で鎧の足を破壊することはできるか？頼んだよ。本当に全身が石像のように硬いのならあんな風には動けないはずだ。膝の裏側だ。その首よこせ。抵抗力が弱くなった。エレンやっちまえ。このまま首から引っ取られてやる。てめえの首が引っ転げるのが先だ、バカ。見ろ、もうちぎれる。まぐれかもしれねえけど、お前には一度勝ってんだ。ほとんど勝ってた。一対一なら俺は勝てる。単純な格闘能力なら兄の方がずっと手ごわかった。俺たちの故郷があった場所だ。
った。この拳なら戦える。硬質化は一点に凝縮させるとより強固になる。奴の全身に張り巡らせた鎧なら白鳥みてえに砕ける。全てがかかってる。エレンが絶好の機会を作ると信じて待つんだ。やはり俺一人ではエレンをかじり取るまでには至らないか。もはやこの手を使うしか。さすがに打ち止めだ。力はもう残ってねえ。ライナーは今は殺せやしないだろう。じゃあ帰ろう、私たちの家に。ライナー、またな。